はい、それでは今日、井上ゆかり店のアーティストトークを始めたいと思います。今日は、今回の展覧会のテキストを書いていただいた、和也さんをお迎えして、喋っていただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。毎年やってます日韓交流展をずっと見てくださってたりとか、テキストを執筆をお願いしてたりとか、韓国で講演会とかしていただいて、韓国に一緒に行ったりとかさせていただいてたので、なんかそういうのでちょっと結構こう日韓のこうテーマにした作品を結構継続的に見ていただいているというところで、今回ちょっと高島さんとお話しさせていただきたいなと思って、お願いさせていただきました。なのでちょっと一旦こう自分の今までの作品を、紹介させていただいた後、今回の作品についてお話しさせていただきたいと思うので、その間にちょっとまた何か疑問とか等々、なんかもう本当に辛辣でも大丈夫なので、なんかこうご感想いただければと思います。よろしくお願いします。でオブザーバーに笹岡さんに入っていただいて、よろしくお願いいたします。ちょっと私のホームページなんですけど、今までの作品をざっとご説明していきたいなと思います。で、今回、日本と韓国の、ちょっと国境の間の、島とか国とかをすごくこうテーマに作品を作ってますので、なぜそういう作品を作ったのかっていうのを、話をさせていただこうと思います。昔2016年にキャズで一度個展させていただいたことがあるんですけど、そこで展示させていただいたこの作品がこの作品で、タイトルが書いてあるんですけど、オールドラングサインといいまして、まずこの作品今回の作品とかなり近いので説明させていただこうと思うんですけど、ちょっとこのように左が韓国、真ん中が日本、右が中国の方々に、歌を歌っていただいてるっていう映像なんですけれども、その歌が、日本では蛍の光という、タイトルで親しまれている曲なんですけど、もともとオールドラングサインというスコットランド民謡でして、で、そのスコットランド民謡が、アジアに入ってきたときに、日本、中国、韓国で、それぞれ歌詞がついていったんですね。でその歌詞が、歌詞を調べてみたところ、日本も韓国も中国も、どうしてか自国の、自国を、誇示するというか、すごい愛国心が強い言葉が入っていて、ここを見ていただけたら分かるんですけど、一つに尽くせ国のためとか、中国の場合は民族を復興させようとか、大韓を永遠に守ろうみたいな、なんかどうしてもこう自国がどれだけ強いかみたいな歌詞が入っていて、特にこう、中国と朝鮮の間にのペクトゥーザンという白頭山っていう山があるんですけど、そこの、麓は中国のものだとか、このペクトゥーザンから朝鮮半島の下までが韓国のものだみたいなことを言っている歌詞に入っていまして、それをこうただ並べているだけなんですけど、その当時の、その国同士 この争いみたいな、どこに線を引こうかみたいなところが見えてくるという作品で、その時に、これ4年生なんか大学の4年生の時に作ったんですけど、なんかこう歌って結構いろんな、物語が本当についていて、その当時の世の中がこう見えてくるみたいなものをすごいこう感じたんですよね、この時に。でそれが、これが2014年に作った作品 で、その後1個だけちょっと拝見していいですか、はい、
そこの作品あの私もナンバーのキャズで、はい、井上さんの作品初めて見たと思うんですね、この時、はい、で、あの、まあ、すごく良かったのであのレビューも書いたりしたんですけれども、はい、この蛍の光の3番と4番が、はい、まあ、日本ではあの今は歌われない、はい、なぜかというとあの非常にあの、まあ、なんかイトロフが、まあ、あの屋島のうちの守れないみたいなすごく愛国心の強い、はい、あの、まあ、戦前 の、 あの国家観を反映した歌なので、まあ、今は3番と4番歌われないってことだったんですけれども、はい、他の韓国とかでもこれは歌われてるんですか、今でも。実はですね、はい、あのこの韓国の方はもともと今の国家、だから国の、あの、はい、国家が、国家の歌詞がもともとこの曲にくっついてたんですよね。でもただそれがあのこう、輸入したものだから、まあ、特にこう、日本人が蛍の光と言ってあの植民地時代に歌ってたので、まあ、そういうイメージみたいなものも一緒についてきちゃうので、まあ、これは良くないんじゃないかっていうことで蛍の光の曲に載せるのをやめて新しい曲が今ついてる。でそれで国歌になってるっていう状況になってるんです、うん、まあ、結構この歌を見るだけでも特にその韓国の場合近代化というものが、はい、あとその日本経由でヨーロッパのものが入ってきて、でそこに日本食がついて、でそこからこう戦後どう距離を取るか、こう自分たちの文化をもう一度こう構築するかみたいなものが非常になんかこの歌を通してやっぱり象徴的に見えてくると思うんですよね。そうですね、実際こうやっぱりもともとスコットランド民謡なのにもかかわらず日本経由でこう入ってきたからっていうのでかなりこう、向こうで言うと敵山家屋みたいな、日本人が作った家とかも敵山家屋とか言うんですけど、なんか敵が作った遺産みたいな感じで受け入れられていらっしゃって、なので、もうそれをやめようっていうのを動きが、まあ、この前韓国人作家と喋った時に、まあ、ちょっと年配の方はなんかそういう動きが一旦あったっていうふうにおっしゃってます。だからやっぱりこのすごい敬遠されてる、っていう歌ではあるんです。この歌もそうですし、蛍の光自体がもうなんか日本が、まあ、植民地時代に持ち込んだものだと、はいはい、なのでやっぱりそういう何でしょう、拒絶感というかものはここにすごくあるみたいです。今でもある。なのでこう出てもらったこの、あの留学生の子なんですけど、もう彼もかなり協力してあげたいけれども、ちょっと出してもらう、出る、自分が出るっていうのがものすごくどうだろうっていう、こういうのもあったりして、まあ、そのじゃあこう黒塗りにしようかみたいな話をしてたんですけど、でももう歴史だからというので彼も受け入れてくれたんですけれども、結局、まあ、なんかそういう葛藤がやっぱりあるみたいです。例えば、まあ、これ学生時代卒生ですかね、はい、卒生ですね。なのであの、まあ、かなり前ではあるんですけども、はい、例えばなんか今だったら、はい、その韓国人の方に、はい、まあ、出てもらう、でも自分は歌いたくない、はい、例えばその一人だけ歌ってないとかいうことが作品の構成として、はいはい、で字幕だけ流す、うんうんうん、でも画面の中の人は口を閉ざして歌っていない、はい、うん、でその理由を、まあ、考えてみるとかっていうなんかやり方もできるんじゃないかなって思いまして、うん、そうですね、やっぱりそのなんか歌わせる作品なんだけれども、うん、出てもらって本当はそのあんまり歌いたくない歌を、まあ、歌う、でそこを例えばその出演者が何人かそれぞれの国いたと思うので、はい、1人じゃなくて、まあ、韓国人でも歌ってる人もいるし、私は歌いませんっていうふうにこう、うん、口を閉ざしている人もいるとか、なんかそういう韓国人だからこう、ね、みんな一緒じゃなくって、うん、それぞれやっぱり価値観なり歴史観が違うので、はい、なんかそういうのも歌せたら、うん、作品のこうなんか雰囲気とかがより出てくるんじゃないかなと思いました。でも卒生ですごくなんかこのまずこう知られていない、あの歌自体が私たちがよく知っているけれども、はい、あのどのよう
ような歴史を背負って、まあ、今まで流れてきたのかというのを実は知らないのをちゃんとこう参加国の人にこう出てもらって、うん、きちんと作品作ってっていうのはすごく視点がやっぱりいいと思ったので、うん、すごくこの作品はなんか感銘を受けた覚えがあります。ありがとうございます。なんかやっぱりこう、まあ、今中島さんが言ってくださったようにやっぱりこう映像を撮るっていうのは暴力性がすごく強いのでなんかもう毎回、まあ、今回もちょっと出演してくださった方がいらっしゃるんですけどやっぱりこうその出てくださる方がこう例えば日本の、こう統治時代の考え方をそのまま受け入れているように見えてしまうんじゃないかみたいなところもすごくあったりもするのでなんかすごくその、まあ、彼とのコミュニケーションもそうなんですけどなかなかこう、何でしょう、やらしてるっていう風になってしまうのでなんかこうそこはいつもこうなかなかこうちゃんと対応してっていうのをしながら作ってるっていうのもありますね。そういうまあ、今回彼は受け入れてくれたのでっていうか出てくださったっていうので編集させていただいたんですけどなかなか毎回そういう結構私の作品だとこう出ていただいてでそれを受け入れていただけるっていうこともありますし後から実際に、こう自分、前ちょっと話ずれちゃうんですけど満州に住んでらっしゃってでその時に満州で小学校に通ってたんですよねでその時にこう、学んだ歌歌ってた歌が、すごく自分の中では記憶に残っているんだけれども何でしょうでそう記憶に残っているとでそれですごく私には大切な歌だからって言って、ね、歌ってくださってでそれをこう撮影させていただいた時があったんですよでもただその後にもちろん承諾していただいてそういう承諾書みたいにサインしていただいてたんですけどなんかこう展示したらその知り合いが見に来られてたみたいであんたそんなの歌っちゃダメでしょっていうふうに言われたみたい でそれでやっぱりちょっと気持ちが変わって、まあ、ちょっと弾いてくださいっていうふうにお返事をいただいたこともあったりもしましたしなかなかこうこの歴史を扱うということとなんかこうご本人の出てくださった方の、こうお気持ちも変わることもありますしで周りから このどういうふうに見られてるかっていうの この何でしょうやっぱり出すべきじゃなかったなとかその一人個人としての記憶なんだけれどもやっぱこう周りからしてみると、まあ、すごく国を賛同してるようにも見えたりもするっていうふうに言われてでそうじゃないのにみたいなところもここにもあったりして毎回そういうこともあったりもしますし交渉とか、なんかこうなかなかその扱いっていうのがすごく難しいなと。なんか歴史をその扱う場合に、うん、本当は多分井上さんが扱いたいのは、その個人の記憶の中のどうしてもこう身体的に残っている、うん、歌の歌詞であるとかメロディーであるとか、うん、そういうものとして残っている歴史だと思うんですね。うんはい、ただその。まあ、歌というものが、うん、非常にその歌詞でやっぱりメッセージを載せて歌えるっていうのが大きいのと、はい、あとやっぱりそのみんなで合唱したりして、うん、非常にその共同体意識を作るのにやっぱり歌っていうのは強力な装置ですよね。そうですね。例えば、まあ、そんなに政治的じゃない場合でも、うん、必ず小学校中学校高校で校歌があって、うん、でそれをみんなで合唱することで私たちはこの学校のメンバーであろうというのはやっぱりこう確認する儀式なわけなんですが、はい、それがより規模が大きくなると、うん、やっぱりその国家というものが君がよというような国家になるので、はい、でただその満州の当時の歌を歌って、まあ、批判されたということなんですけどおそらく批判した人は、うん満州は良かったみたいな、うん、当時は素晴らしかったみたいな、なんか当時のその
まあ、今からしたら誤りだけれども、当時のやっぱりこう日本帝国の思想みたいなものを称賛してるんじゃないかというふうに受け止められたと思うんですよ。それはでもすごくある意味自分的で、やっぱり井上さんが扱いたかったのは、もちろんそのイデオロギーの復興なんではなくって、はい、あのもちろんイデオロギーの装置であるっていうことは分かってるんだけれども、でもなぜそれが70年ぐらい経ってもまだやっぱり体の中に残っているのかとか、で当時はやっぱり無邪気な気持ちでやっぱり歌っていたと思うんですよね、子供だったし。でそういったその大きな歴史が個人の人生の中に身体的な記憶として、まあ、影響して残っているっていう、そのこうなんか祖母が矛盾みたいなのとか、ねじれみたいなっていうのをやっぱり扱おうとされてると思うので、はい、そこをやっぱり一番なんか 大事にしたいんですよね。そこに歴史を扱った作品の場合、はい、そのナショナルな枠組みで見ているのではなくて、はい、あくまで個人の視点、まあ、歴史の教科書などから抜け落ちてしまうような、はい、そのもっとこう、ね、一位の人々が個人としてどうやってその当時生きていて、はい、どういう気持ちでその歌を歌っていたのかみたいなところが、うん、本当はやっぱり作品を通して、はい、まあ、扱うべきだなと思ってますけど、はい、いや、そうですね。やっぱりなかなかこう本当は個人の記憶とか、そのなんか身体的にその残ってしまったものみたいなものを変化したいんですけれども、なかなかやっぱり歴史の、ね、大きいこう流れみたいなものかなりこう、なんでしょう、前にバンと出てしまうので、なんかそこの扱い方が私もすごく難しくって、まだ悩んでるっていう状況で、なんかやりながらずっと悩んでるみたいな感じですね。なんか今までこの他の作品でも結構なんかそういう作品がありまして、なんかこの京都のレジデンスでやった作品とかなんですけど、まあ記憶と忘却と交渉っていうタイトルをつけてるんですけど、まあ、舞鶴で、まあ引き上げ記念館にずっと通っていて、まあ、この、満州であったりとかシベリア抑留の体験者の方にずっとお話を聞いていて、でそのお話をちょっとまあ映像でこう見せながら、ここの小さいモニターで、このお二人のシベリア抑留の経験者の方の、こう話をまず出しながら、まあその奥で私がそれをこう編集して語っていくみたいな、映像作品なんですけど、まあまあ、ここはここのお二人の、声ってな流れてないんですよ。でもただ、この方は、シベリア抑留体験者の方お二人なんですけど、全くこう、立場が別で、この右の方はものすごくこうシベリア抑留の体験をすっごくもう本当にしんどくって、いわゆる五重苦って言われてるんですけど、まあ、寒いとか、後から、こう、なんでしょう、周りからはものすごくこう、赤だとこう言われたりする。さて、その収容所の中で、後で、うんうん、とか、まあ、向こうはその、ソ連が教育するわけですよね。そうです、そうです、まあ、コミュニストになれっていう。はい、でその今おっしゃってくださったように、こっちの左の彼はそれを受け入れて日本人をこうまとめる側だったんですよ、ね。だからそれで階級がどんどん上がっていって、一人で歩けるようになってしまったんですよ、ね。町の外にも。だからその抑留の隊長みたいになって、日本人をこうまとめるようになって、なんかこうなんかレンガ積みの大会とかがあるんですけど、建物をこう作るためのレンガ積みの大会みたいな、でそういうのにこう一番になって賞をもらって外を歩けるみたいなこととかもあったりして、なんかこう結構、まあ、その青年期のなんかこう大人になる階段上がっていった時の成功体験みたいにもなってるんじゃないかなと思ってて、なんかすごい聞いてると、でなんかこう国境をこう守ってたんだとか、バンバンみたいな、なんかそういう手振りだけしか見えないんですけど、で右の方はもう寒くって、もうすごいなんかこう、すごい震えててみたいな、こう体のこうジェスチャーをしてくださっていて、左の方はもうすごくこう、
まあ、こうなんか私もうまくできないんですけど、こう杖使ってバンバンってこうされたりとか、なんかこういうふうに指図するような指示するような手が流れている感じで、その何を言ってるかわからないんですけれども、まあ、インタビューはちゃんと文章でここに前にこう展示はしてるんですけれども、まあ、こうそれだけでもここで分かってしまうっていう作品を作っていて、まあ、結局あのこうシベリア抑留っていう、こう一つここ舞鶴では結構観光地になってるんです、引き上げ記念館っていうのが。なので私がこの楽しかった、抑留体験が楽しかった、すごくこう本当に何でしょう、もう一回ロシアに行きたい、実際彼はロシアに行って自分がいたところ回っていってお墓の前でこう手を合わせてみたいなことをしてるんですけど、それがもうずっと TBS かなんかずっと続いてってるんですよね。で2時間ぐらいの1時間かな、なんかそのドキュメンタリーが出たりして有名な方 で、本当にこう、そこではちゃんとなんでしょう、こう楽しかったとかは言ってらっしゃらないんですけど、なんかこうすごい有名な方で、その方がものすごくそう楽しかったとか、ロシアで木折って持って帰ってお墓に植えてらっしゃったんですよ、自分がホーム入るお墓とか で、そのなんでしょうギャップ、なんかこう表には見せないけど、でも本当はこうすごい楽しくて、本当にあそこもロシアで死にたくって、第二の故郷になっちゃったわけですよね。そうです。なんかこうそのギャップがものすごく私の中ですごいびっくりしていて、なんかこうそれがこう何でしょう、引き上げ記念館の方はもう五十区って、なんか本当にシベリア抑留体験がすごくしんどくて、もちろんそうなんですね。すごくこうね、寒い中木切ったりしてその木の重さみたいな体験できたりするんですけど、なんかもうそこの歴史、ここで語られてる歴史と違うものがここで見えてて、でそれをちょっと見せようとしたのは、京都府 の、 あの企画だったので、その黒塗りが入っちゃって、そのこのコンテストですか、そうですね、なんかこう称賛するような言葉を伝わないでほしいって言われて、でそれで後から黒塗りになってしまうっていうのがこの作品なんですけど、やっぱりこう私がこうちょ私の失敗だみたいになっちゃうんですけど、作品としてそれは、検閲だと思うので、はい、本当に黒塗りになったっていうことは、はい、紛れもない検閲だと思うので、はい、まあそのなんでしょう、それをまた結局私はそのまま黒塗りのまま出したんですけど、やっぱりこう見せたい歴史と本当に今私が見えた歴史と、でなんかそこら辺がこ う、 うまくこうなんでしょう、沿っていかない、ね、それに抵抗するんですけど、なかなかそれも難しかったりしたっていう経験がここにあったりしていて、なんかこう、もうちょっとその歴史とその個人個人の記憶みたいなものとかをもうちょっとこっちをなんか一番に持っていきたいなと、なのでそこのバランスみたいなのがまだ私も悩んでいるって状況ですね。個人 の、 その公には語られないし、はい、時にそのタブーになるような個人 の、 そのオルタナティブな声っていうのがやっぱりこう大きな物語としてのナショナルヒストリーにやっぱり一つ一つは小さいかもしれないけれども、やっぱそれがこう拾っていって集合体になった時にやっぱり対抗する力はあると思うんです。やっぱり私の問題としてこれをアートでしていくべきなのかみたいなのはずっと背負ってまして、なんかまあ結局これはまあその個人 の、 この映像みたいなところは引き上げ記念館にお渡ししたんですよね。京都府の授業だったので、そこら辺自分もこう受け入れてやってるものなので、そういう一応アーカイブとしてはお渡しするみたいな感じで、一つこう歴史をこうちょっとちゃんとなんかこうアーカイブしていくための一つのコマであったりもすると思うので、そういうことはしてたりする中で、でもじゃあアートとして何か見せれるのかなみたいなのはこうずっとこう悩みながら、今回の作品もそうなんですけど、ちょっと悩みながらなみたいなのをずっと悩みながら進めるっていう状況を本当に、ずっと知ってますね。でも今その
これアートとしてやるべきなのかっていうのをおっしゃってましたけど、はい、まさにアートがやるべきことであって、うん、でもアートってその答えじゃないと思ってるので、私はむしろそのなんか矛盾であったり余白であったり、あの、まあ、何かこう言語ができないようなあのものをむしろアートが提示して、うん、を見た人にこう考えさせるものだと思うの で、逆にそのアートが本当に、まあ、これしかないっていうメッセージになってしまうと本当にプロパガンダと一緒になってしまうんですよね、はい、例えばそのシベリア抑留を扱うんだったら、うん、あのソ連はひどいことをした、こんなに大変だった、私たちは苦しめられたので、確かに それはそうなんだけれども、ただそう一色に染まってしまうと、例えばそのあのロシアを、まあ、敵視するような言説に利用されたりとか、うん、やっぱり怖い国なんだみたいな、うん、他にはその日本人のこう被害者意識だったり同族意識を固めるのにこう 利用されるっていう面があるので、うん、はい、だからやっぱり私もこう私がこう思うで語ってしまってはいけないなと思ってて、やっぱりこう何でしょう、笹岡さんがよく言ってらっしゃるんですけど、二人称三人称で語っていくべきようになっていくようになっていて、なんかこう私がこう思うからあのこうだっていうふうにあんまりこう言わないようにというか、なんかこういろんな人をの歴史みたいな表記をこう使わせていただくことで、なんかこうこうでもあるしこうでもあるし、こういうのなんかこう一つの立場を取らないっていうのはすごいいつも決めながら作っていってるって感じですかね。この作品はちょっと舞鶴の方で展示だったので、はい、私は見てないんですけれども、はい、でもやっぱりそのただその証言を、まあ、喋ってる人と声が一致した状態で、はい、まあ、普通のそのインタビューとして流そうっていうやり方ではなくて、やっぱりこうずらしてますよね、はい、あの語られた言葉と語ってる人の、はい、その身振りを切り離してるの で、はい、でそこでやっぱ一つこう、まあ、抽象化するような操作が入っていて、で実際その身振りがどこまで対照的なのかが、まあ、見てないのでわからないんですけれども、うん、まあ、でもやっぱりそのこう、ね、震えてるみたいな仕草と、うん、まあ、なんかこう戦ってたりなんか楽しかったみたい な、うん、なんかその体の現れ方の違いというのは、うん、やっぱりすごくこう余白があるというか、うん、で実際に体験した人の、まあ、身体性みたいなのがすごく見えてくると思うんです、うん、どうしても私たちはそのなんか語られた言葉だけに、うん、まあ、注目して耳を傾けがちだけれども、うん、実はこう身振りとか体の在り方もすごく雄弁に語っているんじゃないですか、うん、そうですね、どうやって見せていくかみたいな、だから本当にだからなんか普通の、うん、なんていわゆる、なんかあの、まあ、語り部としてこのお二人あの引き上げ記念館で働いていらっしゃった時期とかもあって、まあ、なんか通常こう語れることとご本人が意識的に語っていることと、まあ、その本当はこう無意識的に見えてしまうものとか、なんかそこら辺も見せたかったっていうのもあったので、まあ、そういう操作がここで働いたのかな、そういう方法論で今回こういう展示になったのかなっていうのはあったりします。逆にその、はい、まあ、アートとして、うん、あの やっていいのかみたいなのをさっきおっしゃってましたけど、何があるとおっしゃってましたけど、はい、逆にその、引き上げシベリア抑留とか引き上げの研究者の方と協力するとか、はい、でその多様な声が実はあるっていうのを、うん、こうちゃんと検証されているような方に協力してもらうとか、うん、そういうことも多分手段としてできると思うんですよね、うん、でそれでこう仲間がいたら、はい、あのまあ、検閲のようなことがあったときに、うん、やっぱりあの一緒に抗議できると思うんですよ、うん、で実際にこういう声はあるんですよ、人によって、うん、シベリア抑留といってもあの本当にいろんな経験があるので、うん、むしろ そっちの方、個人の声の多様性みたいな方に意味を持てる必要があるし、うん、はい、やっぱそれがアートが可能だと思うの
はもうこれで、まあ、私の精一杯がこれだったっていうことと、やっぱりこうその引き上げ記念館と の, この私のコミュニケーションの不足、あのコミュニケーション不足みたいなのもあったんだろうなと思っていて、なんかこう、うん、本当はこう歴史なんか記念館の方とかがもうこう記念館自身がこういうふうにこう声を拾っていくべきなんだと思うんですよね。で、私がやるべきじゃないんじゃないかなと思ったりもしたんですね。だからこうそれでまあ一つ、まあ、記念館の意識を変えたかったっていうところはちょっとあって、まあ、その意味では私がやったことに意味はなのかなと思うんですけど、まあ、なんかこう自分の作品として消化できたかって言われるとそうじゃないみたいなところもあったりして、なんかこうこんなこと言うとあれなんですけど、なんかこうその場に行ってみるとなんかこうなんかリサーチ活動とかしているとなんか割とその場の問題っていうのが結構こう敏感にこうスッと入ってきてしまったりもするんですよね。なんかここおかしいなとか、なのでそこになんかものすごくこうそこがすごい気になっちゃってこう言わざるを得なくなっちゃうみたいな、なんかカナリアみたいな感じですかね。なんかこうそういう意識が働いちゃって、なんかどうしてもなんか真面目タイプって言ったら面白いんですけど、なんかそこをなんかこうこねくり回して作品にしたくなってしまうっていう私の気質とかもあったりして、でもそれが私がやるべきことなのかとか、なんかこうそれがでもちゃんとアートになってるのかみたいなのはいつもこうなんかこう葛藤があってっていうのもこれが本当に一つで、なんかほんともっといろいろやりようあるのかなって思ったりもしてます。なので結構あの私もこう一人でリサーチしてるっていうのがものすごくしんどかったりもするので、本当あの韓国人作家にお願いしたりとか、あのいろんな歴史研究者の方にお会いして、そこからこう作品を作るということをこの後は し始めました、うん、一人でこう背負っていくのでちょっとしんどかったりもしたり問題も出てきたりするので、うんうん、っていう感じで、うん、ここはこれはなんかすごくいい経験になったといいますか、悪い、いい意味で、みんなも悪い意味で。ちなみにこの後にその、はい、歴史研究者の方に今協力してもらっておっしゃってましたけど、はい、具体的にどの作品とか。あ、そうですね、なんかこう、ちょうどそういう映像とか写真とかがあるんですけど、はい、韓国でリサーチする時とかって結構もう、あんま写真ないですけど、こういう風な感じでなんか歴史研究者の方のお家に行ったり、そういうあの大学で教えてらっしゃったりするので、なんかそういう方にこう繋いでいただいて、その方の研究室に行って資料見せていただくとか、なんかこう繋いでいただくとかがすごくあって、でなんかこうプサンってこれはあのちょっと、リサーチ活動した時なんですけど、まあ、これは日本人があの植えた木で、これはあの韓国古来の種ではないとか、ウバメガシではないですか。ちょっと私も分からなくて、もちろん松とか分かりやすいんですけど、なんか多分そうかな、なんかで、なんでしょう、そういうのをやっぱりこういっちゃパッといただけちゃ分からないので、これベサンスンさん、あ、そうですそうですそうです、作品にもなってました、ね。そうですそうです。だからあの一緒に石垣、はい、なんかちょっと他の作家と一緒にリサーチに。作品、まあ、活動して、まあコネクションをお互いコネクションをこういうふうにこう一旦こう知れながらこうリサーチしていくみたいなことはすごくこれからその時からし始めます。なんかこれが多分そのお墓、その釜山の石垣の公園のこう石垣にある、いや公園の石垣がこんな風にあの日本人のお墓がこう埋まっているとか。なんかまあそういうのをこう歴史研究者の方にこう案内してもらって歩くみたいなことをその後し始めました。一人でこうリサーチしていくのにもちょっと限度があったりするので、なんかそんな感じで、はい、あとその韓国の場合はやっぱ言葉の壁であったりとかってもあると思うので、はいはい、そうですね、その文献があるとしてもやっぱりこうハングルしかないとか、はい、でも勉強されてるんですよね。そうですね、ちょっと頑張って勉強するようにはしていて、でもやっぱりこう普段のこの聞くことはできるんですけど、なんかこうプサンになると訛りがかなり出てくるので、なんかこう訛りをこうあのまだ聞くことがあんまりできなかったりとか、歴史研究者の方もあの
使われる単語って結構あるじゃないですか。はい、なんかその文明力的参加屋とか。そう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 です。そういうのね、日常会話では出てこないので、はい、何ってなっちゃうんですよ、ね。そうですそうです。なのでこうそれをこう覚えなきゃいけないっていうのがまだ私の中でなかなか難しいところで、はい、っていうのはありますね。ただやっぱりそうそうしながらちょっと勉強しながら。おそらくその人もちろん一人で自分で調べることも大事なんだけれども、うん、いろんな専門家の方に話を聞くことで、うん、やっぱ資料に対するアクセスのしやすさがもう全然違うと思うんですよ。うん、そうですね。で、さっき多分米袋だと思うんです。なんか広げて見せてたのは、ね、米袋だと思うんですけれども、まあ、こういったものとかもちろんあの韓国にで当時時代の歴史を扱ったミュージアムとかに行ったら、うんまあ、こういうもの展示されてますけれども、うん、なかなかあのまあ、身近に現物見て触ってみるとかより詳しく話を聞くみたいなこととか、はい、やっぱりあの断然違うと思うんですよ ね実際に研究者の話を聞くっていうのは、はい、これちょっと 何かっていうのをクンさんって書いてます。あ、そうですね。群山白米、はい、なので私はあの群山地域にすごく興味があってあの群山に行きたくって群山に行ったんですけど、群山はあのその日本人当時時代にお米をこう日本に輸出するための港だったので、まあ、その時 あのこう記録みたいなものがないですかっていう話とかであのこれが出てきたなと思います。はい、まあ、そんな感じで、まあ、リサーチっていうのをしていて、ただそれをこうどういうふうに、まあ、向こうに行ったらもうかなりこういろんなものを取りためるんですよね。まあ、資料もそうなんですけど、資料もいっぱいもらって、映像もいっぱい撮って、写真も撮って、それをだから企画した後にどうやってあのこう料理するかっていうことをいつもやってます。だからでも結構、まあ、今回の作品もそうなんですけど、あの料理の仕方というか、だいたい決め切っていくときもあれば、決め切っていかないときもあって、でも決め切っていくと暴力性がすごい出てきてしまったりとかもするので、なんかそこの差し引きがすごく難しくてみたいなのは毎回 ありますね。今そのすごい大事なことをおっしゃったと思うんですけれども、はい、決め切っていっちゃうとその暴力性が出るって、それは何というかやっぱりこう歴史観みたいなものが視点という。はい、ものがこう、まあ、プリセットされているの でやっぱりリサーチっていうのは一旦その自分の持っている認識とか価値観がやっぱりあのぐらつくことだと思うんですよね。今まで自分が見てた視線っていうのは、はい、実は一面的でしかなかったとか、うんまあ、教科書が教えられた歴史観でしかなかった。でも実際はあの本当にこう歴史ってその一つのペンでは語れないですし、うん、その同じ出来事を経験していても、はい、立場によってとか、はい、人によってやっぱり全然違うので、はい、っていうそういうこう多視点であったりこう、まあ、多層性みたいなものと出会えるっていうのがやっぱりリサーチの醍醐味だと思うんですよね。そうですね。で実際に本当にあの腐ったりして、はい、あのまあ、現場に行ったり研究者の方に会ったりっていう本当に生で経験してるので、はい、もちろんね、あのミュージアム、私もたくさん行った時に、うんうんうん、あの当時時代のミュージアム行ったんですけれども、やっぱりその、まあ、そこはそこでやっぱナラっていうのがあるわけですよね、そうですね、韓国側の、はい、うん、あれですよね、当時時代の、日本が作ってた銀行の建物を再利用して、でちゃんと日本語 の説明とかもちゃんとつけられていたんですけれども。やっぱりその、ミュージアムで、まあ、物に語らせるっていうことがあって、やっぱどうしてもそのあのこう生きたものとしてその歴史に触れられないなっていうもどかしさはあるんですよね。うん、やっぱり人に会うことで向こうの方にお話しすることでそのリアリティみたいなのは出てくるんですけど、なんかその人だけに語らせてしまうとなかなか偏りも出たりもするので。っていうので、まあ、いろんな方にお詫びするっていうのはあるかもしれないですね。でもまあ、お詫びするって言っても、なんか今日一緒にずっとあの お団子食べながら、なんか2人で2時間テレビ見るとかもありますし、なんかおばあちゃんたちと一緒に、なんかこう、なん
でしょ、本当に言ったらなんか手つなぎつなぎながらなんかお話することもありますし、なんか本当にたわいもないお話をしたりしますね。なんかもうそんな感じで、なんか、まあ、なんでしょう、やっぱり結構みんなが目玉がいるので、なんかこう日本から来た、なんかこう舞台の知れないやつ来たみたいなのあるので、なんかこうしかも結構あの聞かれることも多い方もいらっしゃるんですよ。その今までどういう体験されましたかみたいなのを聞かれてる方も結構いらっしゃって、なんかこう典型文みたいなのがあるんですよ。なんかその人によると語り部みたいな。そうですそうです。なんかシビリ抑留体験者の方ってことそうだったんですけど、なんかもうあるんですよね、こう、これは欲しいんでしょ、あれは欲しいんでしょみたいな。でそれがもう結構コンパクトにまとまってるんですよね。でそれは結構、まあ、あの年によってちょっとずつ上手になってくるらしいんですけど、それもお聞きしたらなんかこう、なのでそれ以外のものが聞きたいなとか言うとなると、やっぱりちょっとそこら辺まずちょっと仲良くなってみたいなのは毎回あります。そんな感じでこう話したいことと本当になんかこうそうだったのかみたいなところとふっと出てくるのとか、なんかそういうのがこうみたいなみたいな感じですね。なんかちょっとそろそろ、そうですね、そろそろあの、はい、今展示してる作品についていきましょうか。はい、でまあそういうふうに、まあ、国境間をすごい調べてたんですけど、あとその歌のメディア性みたいなものとかもすごい考えながら作品をちょっと作っていて、で先ほどちょっとお見せしたんですけど、なんかプサンで、こうプサンに行くことが結構あったんですよね、リサーチが。でプサン港からあの日本の方角を見てると天気が良ければ対馬が見えてくるんです。で対馬結構25キロぐらいしか離れてないらしくて、なんかこうレジデンス施設の人と一緒に行ったりすると、あの日本人はレジデンスに来ると一回ビザが切れる前にはプサンから対馬に行って、一回帰ったってことにして、でまた入国してくるよみたいな話をして、えその手にこれに行けるんですかみたいな、いや3000円ぐらいで行けるよみたいなことをおっしゃってて、え近いんだみたいなのを体感したんです、観光地にもなって逆に韓国人がこう、まあ、気軽に行ける日本っていう、はいはい、めっちゃハングルがすごいたくさんあるって聞いて、なんかそういうのをこう、まあ、プサンに行ってすごい感じたんですよね。まあ、日本のものがいろいろ残ってるというのもちろんあるんですけど、なんかその、まあ、文化交流がじゃ あったんじゃないかみたいなことをずっと思ってて、でなんかこの距離も体感してみたので 見てその島、あ本当に対馬近いんだって体感したので、なんかあじゃあ一回対馬に行ってみようというふうに最初思ったんですよね。ただなんかこう文献を調べれば調べるほど結構対馬は近年というか、まあ、結構時代があの最近のものしか結構残ってないようで、なんかこうあのなんでしょう、この韓国の人たちが観光するしに行くので、あのなんかこう食堂が韓国語とかに案内になってたりとか、なんかかなり若い時代、しかも若い結構あの植民地後ぐらいからの行き来がすごい強いみたいなのをなんかこう 見たので、なんかこうあ対馬じゃないなと思ったんですよね。でも他に絶対あったのよって言って調べててたどり着いたのが実は沖で、なんか沖はまあ海流の関係でこうほぼ立てなくても朝鮮から沖に行けるみたいな。あ、砲ね、船の砲を立てなくても、はい、勝手に海流でついちゃうっていう。なのでなんかこう、北朝鮮の南波線みたいなのがあの沖にとあのたどり着いたりとか、まあ、その北朝鮮の方 の下辺が流れてくるっていうのが、まあ、沖みたいなんですよね。でそれを知って、あじゃあ昔はその古代は、まあ、沖との系がすごく強かったんだっていうところで沖を調べるようになったんですよね。だから本当最初対馬から始まったんですけど、まあ、沖にすごく興味を持って、で沖の歴史を調べてた時に、まあ、やっぱりこうすごくその海流で流れてきてたっていうのがあって、結構こう交流があったっていうのが分かって、っていうのもその私がちょっと DM に書かせていただいてるんですけど、なんかこうイミジ由来記っていう古代書がありまして、でそこになんかこう古代人 の歴史が書かれている、あの朝鮮半島から流れてきた人たちはまず沖にたどり着いて、でそこからそ
その人たちが、まあ、稲作を始めて、でその後に、まあ、アマっていう人たちが来て、でアマが海洋民族 で、その人たちが後から入ってきて共生するようになったっていうふうに書いていて、で本当かなってさ思ったんですけど、なんかなかなか面白い話だったので、ちょっと調べたいなっていうふうに思って、まあ、向こうの図書館に行ったんですよね。そしたらなんかこうその孫子を見たんですけど、図書館で、そう孫子にこの今ここで普段展示しているイミジ、あ、子守歌が書かれていて、でその子守歌がハングルが入ってるんじゃないかっていうので、うん、に気づいたんですよね。でまあその、まあ、ケンチャナとか、うん、大丈夫っていう、大丈夫っていうのがケンチャナなんですけど、ケンチャナとか、なんかこう今の私でも知っている韓国語の単語が入っていて、あ、なんか本当にこう残ってるんだみたいな、うん、なんか、まあ、残したかった人がいるのか、なんかこう、まあ来られた方がこうごちゃ混ぜで作られたのか全然わからないんですけど、まあ、交流があったんだっていうのは、まあ、そこに残ってるっていうので、まあ、それどんな曲か知りたいなみたいなところで制作始めました。で、まあ、調べてみたら今曲は残ってなかったんですよ、うん、なのでだったらぜひ復活させたい、なんか新しくこうこういう風な古代の人たちのこうなんかこう緩やかな交流があったんじゃないか、なんか今すごく線をすごい引いてるんですけど、うん、なんかもうちょっと緩やかでなんか楽しい、うん、楽しいかわからないですけど、まあ、なんかそういう、 こう流れがあって、うん、そう共生してきたみたいなものがその歌に込められてるんじゃないかなって思って、向こうの沖の方にどうしても復活させたいので、こうお歌を歌っていただけませんかみたいな、曲を作っていただけませんかっていうので、今回その沖のミュージシャンの方が、まあ、すごく、協力してくださって、まあ、今回その歌詞に歌がついたという感じになります。なのでここではその、もともとあった子守歌に、曲がついて、で新たな曲がついてここで展示されている。曲自体も、作曲を したという。あ、すみません。おそらくその、別の子守歌は土地の子守歌残ってると思うので、はい、まあ、それをベース に似たような旋律をつけてみたという理解でいいですか。はい、まあ、ちょっとまあ彼女ともすごく話をしたんですよ。どういう曲がついてたと思うみたいな。うん、で、まあ、でも結構朝鮮系の歌がついてたんでしょうみたいなところに落ち着いたんですよね。まあ、まあ、ちょっとまだわからないんですけど、本当に何が正しいかっていうのは本当にわからないんですけど、なので、まあ、一応朝鮮の曲とかも結構ご存知な方だったので、まあ、本当にミュージシャンで活動されてるぐらいなので、なので、まあ、その方に、まあ向こうの旋律とかを入れながら、まあ、ちょっと作っていただけませんかみたいな話をで作っていただきました。途中で多分来られて見てない方もいらっしゃると思うので、ちょっと流しましょうか。短い3分くらいです。そうですね、短めなの で、ね、はい、で実際字幕が出るので、そのケンチャナーとか、はいはいはい、アメリーとか韓国語が混ざってるなっていうのが分かると思います、はい、ちょっと画面ちっちゃいんですけど、はい、
ちめ梅雨明けて、しおりになりくねやねりちょんなりたとさん、きめじのもとにあずかりて、この肌団子はもろて、ちゃしゃどりとばして、しおりの三国献茶向いてるんですよね。実際こう北朝鮮の海岸南波線みたいに流れてきた時はここら辺にたどり着くらしくって、まあ、本当にこう向こうに向かってこう叫ぶ位置としてはすごく、まあ、叫ぶ位置だからこそ、まあ、呼ぶせよっていう、もしもしっていうのがこう声呼びかけと声名前がついてるんじゃないかとか、なんかまあここの祠になぜかわからないんですけど、これあの、まあ、小さい本当に神社なんですけれども。後ろにハングルが、この、なんていうんですか、この胸、なんていうんですか、ここらの横から見ると、こういうふうにハングルが書かれていて、まあ、私もこのハングルわからないんですよ。っていうのも意味がないんですよ、このハングル。うん、なんかこう、まあ、呪術的なものなのか、何なのか本当にわからなくて、向こうの方も読めないみたいで、まあ、ちょっと聞いて、友達とかに聞いてみたんですけど、これ意味ないよ、意味がないよ、みたいな感じで。だからこう、まあ、なんだろう。交流があっただろうっていう形跡みたいなものはここにちょっとずつ載せてるっていう感じです。本当にでも私が知ってるようなケンザナとかなんかジョンナルとか言っていい日とか書いていて、なんかちょっとやっぱりなまってたりもするんですけど、本当に今でも使われてる韓国語はここに入ってる。私はこれが、まあ、本当にこう資料を見せてるっていうだけにもなると思うんですけど、まあ、個人的にはものすごく好きなんですよね。なんか古代はものすごくこう交流もあって、でしかもこれが子守歌として残ってるってなんか素敵だなと思って、なんかいろんな想像させられて、個人的にはなんかこうもしかしたら向こうから渡ってこられた方が言葉を残したいから息子か息子にこういうふうに歌ってるのかなとか、なんかこういろいろ想像させられて、まあ結構竹島が近いんですよね。竹島館みたいなのも桶にあって、なんか本当に足刈りをしてたから自国のものだみたいなことがそこですごい言われてる、なんかすごいなんかこう
場所でもあったりもするんですけれども、実際住んでる方たちとかはなんか竹島ってどこにあんのぐらいのなんか人たちもいたりして、なんかこうその実際にこういる人たち の感覚とか、なんかそういうのとかもちょっと違うんだなとか思いながら、なんか本当はだからこう交流があって、こうお互いで共生をしている。実際に住んでらっしゃったよとかいう話もやっぱりこういろんな方からお聞きしたりしたので、女性の方が住んでらっしゃってみたいなもので、まあ本当にいらっしゃるし、こういう文章にも残ってるしっていうのをちょっと体感してみて、いろいろ想像ができる歌だな、個人的には好きだ、まあ、おっしゃったように「こもり歌」っていうのが大事で、やっぱその親から子に、まあ、自分の記憶を継承させたいっていう気持ちを込めて、はい、歌ってたんじゃないかなっていうことですよね。はい、そうですね。だからこう、なんでしょう、まあ、大きい声では多分、まあ、もちろんこう江戸時代にぐらいじゃないですか、伝わってきたので、そのできたの、ハングルができたっていうのは、まあ、結構新しい言葉ではあるので、古代とは言えないのかなとも思ったりもするんですけど、その例えば江戸時代とかそこら辺の時代なのかもしれないんですけど、でもやっぱりこう伝えたいっていう思いがそこに残ってるんじゃないかなと思っていて、まあ、なんか自分のアイデンティティみたいなものとかもここにこう入れたりとかっていう思いが入ってるんじゃないかな、みたいなことを、まあ、沖の方と一緒に結構お話しさせていただいて、なんかこう作り上げたっていう感じですね。だから彼女とその作曲家の彼女ともなんかこうどういう気持ちで歌ってたのかなみたいな話とかもさせていただいたりしていて、まあ、実際にこう自分の子供をあやす時に歌っていたものみたいなものとなんかこう合わせながら作ってくださいました。フリーはなんか、まあ、本当想像ですけれども、うん、今日常会話では韓国語を使いづらくても、その子守歌ってすごく親密なので、こう、ね、皆さんに向けてみたいなんではなくって、まあ、自分の子供に対してだけ歌うので、なんか子供にだけはその言葉でこう喋ってたとか、いろんななんか想像ができますね。あるいはその歌って聞かせてる人自身は、まあ、起きて生まれたかもしれないけれども、親とか祖父母からこう伝えられてきたものかもしれないとか、例えば本当は最初は全部韓国語で歌ってたけれども、うんうん、だんだんこう世代を経るに従って逆に日本語が混ざってきたんじゃないかとか、うんうんうん、でもある部分はやっぱり韓国語のままだったりとか、はい、いろんなことを想像させるなと思いました。そうですね、はい、やっぱりおっしゃって、沖の方おっしゃってたのがやっぱりこう沖でも最近までやっぱりこう朝鮮から来たっていうことがあんまり言えなかった、うん、で他の周りの方もあそこはすごい差別されてるからかわいそうねっていうふうに、まあ、親父とかも言ったら母親が言ってたみたいなことをおっしゃってた方もいて、まあ本当にそういう気持ちでもあったのかもしれないですね、ここでしか言えない、でも、まあ割とでもその後どういうふうなとかどうして残っていったのかもちょっと分からないんですよね、うん、ただ、聞いたことあるっていうおじいちゃんもいて、うん、ただ曲はもうメロディーまで思い出せないとか、うん、そこら辺もちょっと不確か、どこまでがこう本当でっていうのは分からない、うんうん、本当に何でしょう、まあ、これだけが残ってるっていうのは事実なんですけど、うんうん、なんでとかは隠されたままといいますか、うん、もう本当に向こうの方も分からない、うん、なんでこんな風にハングル書かれてるのかも分かんないとかおっしゃってるし、なんかこう、まあ、なんかこう嘘の歴史をもしかしたら語ってしまってるかもしれないんですけど、ここで私が。でもなんか、まあ、一つのありようとしていいのかな、うん、アートとしてやってもいいのかなと思ったら作って、うん、なんかそう井上さんのこれまでのなんか活動の中で言うと、はい、これまでずっとその本当に国境線で
まあ、線が引かれて、それによってこう分断されたこう人の歴史っていうのを、はい、特にリサーチの作品で、はい、作られてきたと思うんですよね、はい、でさっきの、まあ、シベリア抑留の体験者もありますし、まあ、出てきませんでしたけども、戦前に日本から朝鮮半島に渡って、はい、逆に朝鮮半島から日本に来て、それぞれ、その時に結婚して、はい、でまあ、終戦によってこう、まあ、国境線が引かれたり、はい、日本国籍が剥奪されたので、はい、まあ、帰ることができなくなった、はい、高齢の女性たちに、ね、取材された作品とかもあったりして、でちょっとやっぱりその国と国の、まあ、国境線であったり、その分断の歴史っていうのがやっぱり近現代にこれまではやっぱりフォーカスされてたんですけれども、はい、今回はむしろその国民国家という概念がまだできる前の、はい、でしかもこう狭間にある島に行ったっていうのはやっぱりちょっと視点がこう変わったなって今回すごく思いました。いやもうなんかずっと歴史の戦いの歴史をずっと見てるのすごくしんどくなったんですよ。なんかこんなこと言ったら本当に失礼なんですけど、なんか男性の歴史じゃんってずっと思っちゃってて、なんかそれに踏み回されてる女性みたいなのがここに出てきてたりしたんですよね、このマージナルロマンっていう作品で。まあ、本当にそこの考え方良くないと思うんですけど、でもなんかその戦いの歴史ずっと見てもすごくしんどくなっちゃって、なんかこう、なんでしょう、それがもうちょっと昔だったら、古代だったらその強くこう国境線みたいなのを引いてない時代だったら、もっと緩やかになんか交流してたんじゃないのっていうふうに思ったんですよね。でしかもまあ日本人とか何々人とかいうのではなくて、なんかこう豊かとかそうかわからないですけど、まあ、もちろん戦いもあったとは思うんですけれども、もうちょっとこう、緩やかな交流みたいなものがあったんじゃないかなとかいうのが、一回そこにフォーカス当ててみたかったっていうのが今回チャレンジしたかったことですね。はい、なんかちょっとしんどくなってきちゃってまして、なんかこうその人たちのしんどさを背負えなかったりもするじゃないですか結局。なのでしかもこう記憶を呼び覚まして語ってもらった時にすごくこう涙される方とか思って、なんかそれをこう勝手にアーカイブで残すべきだと思って行ったりもしてた時もあったんですけど、ね、本当に暴力的だなと思っていて自分もなんかそこら辺の反省も踏まえつつ、なんかもうでもそれでももうちょっとなんかこう、違うし、なんかそういうのが嫌になっちゃって違う視点でっていうのもありました。そこでカメラを向けるっていうやっぱ暴力性もあったりすると思うので、はい、もちろん本人が自発的にいや語っていいですよって言ってる場合でもやっぱり、一方的に取られているっていう、はい、やっぱですね、何かしらの暴力性はあると思って、今回かなりやっぱり井上さんのなんていうか表現の幅が広がったなとは思っていて、はい、一つはその近代の国民国家、はい、朝鮮といった概念の、まあ、前の時代に視線を向けてみる、そういう時代も、まあ、あったという、はい、部分だったり、あともっとそのフィクションの要素が入ってくるということですよね。そうですね、まあ、でもそれをどこまでね、そのなんでしょう、フィクションとして出してもいいのかなとか、なんか結構私がまた歴史をもう一つこう上乗せするみたいな、だからここであったっていうふうにこう言い切ってるわけじゃないですけど、なんかこうある一部分を歴史としてまたこう嘘じゃないですけど変えてしまうことの危なさもみたいなのもあるので、なんかそこら辺はもうちょっとこう考えるべきだなと思いながら、まあ、今回なので例えば今回この女性このミュージシャンの女性にお願いしたんですけれども、結構ピアノ、彼女はまあピアノの奏者なのでピアノの旋律で歌う、 こう曲を作っていらっしゃったんですけど、ピアノってその時代ないじゃないですか。で結構それがまあ、彼女はミュージシャンとして作ってくださったので、まあ、そうなんですけど、 でもやっぱりそこにちょっと時代の層というのが出てきてしまうので、なんかもうちょっと違うアプローチの方法とかを考えなければいけないなとかは思ってたりします。なので今このピアノのやつもあるんですけど、かなりちょっとポップなんですよね。ただ今も旋律自体も違ったりする、はい、いや多分ピアノ伴奏が入っちゃうので、そうポップというか聞きやすくなる、はい、
ていうよりも多分音階の数が違うと思うんですよ、うん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 、その当時とはなのでちょっとなんか聞いていただいたら分かるんですけど、なんかかなり伴奏から結構したいのとかって結構学芸員さんに聞かれるんですよ。じゃああなたは何がしたい作家なのみたいな。でもまだ決めきらなくてもいいかなと思っていて、なんかいろんな手法の方法でやってたりするんですね、うん、でもだから私もこの歴史を扱う作品の一番ベストみたいなのはまだちょっと分かんない、うん、なんでしょう、うん、扱い方のベストっていうのはまだ分からない。だからちょっと今回で一旦お休みしようかなとか思いつつ、後からまた韓国に坂が来たりして、あの日韓交流展 の話とかもするんですけど、今後もなんかこうでもこう探り探りでちょっとやっていけたらなと思ったりして、でもそのね、何がやりたい作家なのって言われましたけど、もうそのなんか作家もやっぱりこう、うん、一種のブランディングみたいなものとしては、うんまあ、戦略としては、うんまあ、ありだとは思うんですけれども、うん、ただやっぱりリサーチの中でそれがこうインタビュー映像をそのまま使いましたっていうかなりドキュメンテーションに近い出し方の場合もあれば、この、まあ、公園の遊具みたいに、まあ、もっとその抽象化した形であったり、猫はつながってると思うんですけれども、うん全然別の出方になって出てくるっていう、なんかそこがやっぱりアーティストのならではの発想だったりだと私は思うので、まあ、歴史研究だったら、はいまあ、論文にしますっていうフォーマットになってしまうし、あるいはまあアーカイブだったらもう映像とテキストで見せますっていう形になってしまうんですけれども、はい、でもこう作家ってそこでやっぱりこういった自分の中で消化して、それまた別の形で出したいっていうのが出てくると思うんですよね。でそこがやっぱりアートとして、まあ、やる意味だと思うので、うん、リサーチがなかったらこういう遊具の作品とか出てこなかったと思うんですよね、うんうん、でこれはこれでやっぱり鑑賞者に実際にその自分だったらこの遊具どう使
使うかっていうことを考えさせる、はい、遊具ってこう楽しい形をしてますけれども、うん、あのまあ、他者と どうやったらそのぶつからないかとか取り合わないかとか一つのものを、まあ、どうやって二人で共有するかっていうあの作品なので、すごくなんか抽象化した形でその歴史の問題が、まあ、ここに出てきてると思うんです、うん、確かにちょっとこう、うん、よくこう学芸者に言われるのが本当にこうだからさっきも言ったように、あの、何をしたいのっていうのと何々してる作家ですって言えないんですよね、映像作ってますとかたまに言うんですけど、なんかまあそれでいいのかなとか思いながら、うんうん、でもまあ自分のこうコンセプトとしてはもう絶対あんまり結構ブレがなくって、実はなんかこうその一対一だったのがあの集団と集団になったりとか、まあ、それが社会と個人になったりとか、なんかまあ社会と社会なのかわかんないですけど、なんかもう結構自分の中ではつながってたりするんですけども、なかなかそれがこういいのかなとか思いながら、もちろんその性格をうまく取られる作家さんもいらっしゃるので、うん、なんかそっちの方がいいのかなとか思いながらも、まあ、と手探りですね、まだ手探りの段階で作ってるっていう状況、うん、何がいいっていうのはまだ自分の中でも分かってなかったりもするので、やっぱりその、ね、そのやっぱり他者に語ってもらう、うん、でまあ、やっぱり辛い記憶だと思って、うん、それをあの作品のフォーマットこうですって決めてしまうと、うん、すごくやっぱ暴力的なことだと思うんですね。で、そのどうしてもその出し方がメディアの使い方が、まあ、バラバラである意味不統一であるっていう、まあ、やっぱり井上さんがそれぞれのこうリサーチごとにこの作品はどういう出し方をしたら一番、まあ、誠実なのかっていうのを本当にやっぱ考えられた結果、まあ、映像になったり、まあ、パフォーマンス的なものあのまあ、写真になったり、で、まあ、今回みたいに、まあ、演じてもらうっていうものになったりっていう、そこはなんか誠実に向き合った結果なんじゃないかなと思ってます。でもちろんご自身での体を使って、まあ、パフォーマンス的にやられることもあるので、そう言っていただけるとなんかこうまた大丈夫なのかなと思ったりもするんですけど、基本的に別に、なんか、まあ、井上さん最近ちょっとこう、あの作品の完成度が高くなっちゃったので、あの、なんていうのかな、最終的なインプットのレベルが上がっちゃったので、かなりそのもの自体が一体その、どういう落としどころがあるのかっていうことをこう気にする傾向になってきてるような気がするんですけど、はい、基本的にあの井上さんのテーマはやっぱりコミュニケーションのアクシデントだと思うんですよ。アクシデント。で、あの、はい、昔ね、キャズで、アンケ・シェーファーっていうあのアーティスト、オランダ在住のドイツ人の人なんですけど、はい、呼んで、で、まあ、彼女も、いわゆるパフォーマンスと、あとこう、映像を使う作品なんですけど、で、まあ、彼女があのキャズで使う作品は、あのサンドイッチのパンを中にして具を外にして人に食べてもらうっていうのをこうあのいろんな人にやってもらってっていうのをビデオ作品にするっていう作品、ちなみに日本であのキャズのボランティアの人たちとかみんなにやってもらって作品なんですけど、その時にまあこのトークをした時に、まあ、そのコミュニケーションっていう話がまたあのベースでそこ出てきたんですよ。でその時に、まあ、アンケシェファーは日本語もちろんわからないですけど、その時に僕らはそのコミュニケーションのことをコミュニケーションってずっと英語で言ってるわけですよね。でそれはまあアンケも分かって、日本語にコミュニケーションはっていう言葉はないのかって聞かれたんですよ。で、まあ、もちろん似たような言葉はあるんですけど、あの厳密に言うと
ないんですよね。交流とかいろいろある程度コミュニケーションもうちょっと包括的な意味合いじゃないですか。でアクシデントもそうで、アクシデントは僕はこう悪い事故っていうふうに翻訳してしまいますけど、英語だとビューティフルアクシデントって言葉があって、あの突発的なことなんだけど、そのことによってなんか美しいことが良いことが生まれるみたいな概念なんですよ。でそれは多分僕たちがその英語で使っている時のアクシデントって多分違うような概念を持って使っていて、でそういうふうにこう僕らはこう、まあ、単にこれ今のは言葉の話なんですけど、僕らは一つとなるこう、あのいろんな、まあ、歴史も含めてなんですけど、いろいろこう信じ込んじゃっていて、信じ込んじゃった中でこうそのこと自体をなんこう信頼させたまま了解しようとしている物事ってたくさんあるってなったりするんですよね。で井上さんがやろうとしているっていうのは、そのそこのところをこうもうちょっと泡立てて沈殿しているところをこうかき回して、でそこにこう自分がこうポンと入ってみるというような行為を常に繰り返しているような気がするんです。でそれがまあなんかこうあので、まあ、その辺のなんかここの沈殿しているところが嫌だよねっていうそのアーティストの感みたいなところが自分の中であって、そこにこう飛び込んでいく、でそのことで泡立ってきた作品っていうのが、まあ、いろんな形でこう出てきているっていうのは多分井上ゆかりの作品だというふうに思っていて、だからあんまりなんかこう気にすることないんじゃないかなって気はしてるんですけど。あ、そうなんですかね。いやなんか今回あのイランに6月行った時 に、 あの、まあ、に女性の問題を取り扱おうと思ってあの行ったら、その後にすごい問題が起こっちゃってみたいなのがあって、なんかこう匂うところに、匂うところって言ったらあれですけど、うん、ざわざわしてたんですか。そうそうです、ざわざわしてるところに、まあ、ピンなんかこう目は行っているっていうところは一つあったりするのかなと思うんですけど、うん、それが本当にアートになってるのかみたいなのはずっと自分の中で思った意識を持ちながら、はい、やってます。まあアーティストカナリアスっていうのはあんまり好きではないんですけどまあまあそういうようなあの感覚みたいなものがあるのかなっていう、はい、でもただもう今からだとそれだけに頼っては生きてられないので、なんかそうもう一つなんか何かが必要なのかなみたいな段階でずっとこうもうちょっと頑張ってみようかなっていうところですか。なんかあの会場から質問とかありますでしょうか、はい、聞いてみたいと。リサーチをしているときにそのテーマの中に自分が組まれたりと、多分女性、はい、イランとかで女性がテーマなんで、そうですね、で自分が組まれてるやつ、それとそういうのが全くないもの、違いがありますか。あでも出発点は自分からです。結構あのやっぱり結婚したからとか、なんか名字が変わったからとか、なんかそういうのから発展してってここにたどり着いたとかがあるので、結構発信は自分だったりするんですよ、ね、でもまあ発信は自分だけど、向こうに行ったら自分は置いといてっていうのはあったりします。意識としてなんか自分のこと、自分がどうとかいうのはちょっと置いとこうっていう感じです。答えとして合ってますか。大丈夫ですか。答えになってますかね。他ありますでしょうか。すみません、遅れてきたのでもうすでにお話しされてたかもしれないですけど、こちらの映像は先ほどこと イミジ由来記っていうあの古文書 の、 あの古書の話をしたんですけど、うん、まあ、その時にあのこう、アマっていう人たちとこのハビトっていう人たちが出てくるんですよね。でそのこのハビトっていうのがもともと朝鮮から沖に来た人たち、ね、でその後そのアマっていう、海洋民族の人たちが沖に来て、でそこで、ちょっとあのこう戦いになるかもしれなかったんですけど、でもその後強制していったっていう話があって、であの沖ではなんかこう、人情相撲っていうのがすごく昔からあるみたいで、遺恨を残さないというか、1人が勝っても、次は2回目にまた同じ人と相撲を取って、勝った人が次は負けてあげるみたいな、なんかこう、その地域が狭いからかなんか分からないんですけど、あのどっちかが勝ちにはしないっていうのがあって、まあ、そういう、なんだろう、
個も残さないみたいな考え方、まあ、小さいコミュニティで生きるにはそうせざるを得なかったと思うんですけど、なんか そのマインドみたいなのが沖にはあるのかなと思って、なんかその話とその人情相撲っていうのをこう掛け合わせて、あのこの映像を作ってみました。クリアセキ的なものが出てくるのは何ですか。もともとやっぱりその沖に人が来たっていうのは黒曜石があったからなんですよね。なのでやっぱりその黒曜石が結構、重要で、黒曜石っていうのが、まあ、矢尻になってるんです。矢尻の先になっていて、でそれが沖から、こう朝鮮に渡って、あの化学分析したら沖で、作られた黒曜石だっていうのが分かるみたいなんですよ。なので、中国とか韓国のに出土した矢尻の黒曜石が沖から消えたっていうのが分かっていて、っていうので、まあ、ちょっとこうこれとこれっていうのがちょっと関連しているっていうところで置いてます。ここはありますでしょうか。じゃあなければ、はい、この辺で終わりたいと思います。この後はちょっと有料ですけど、ビールとかも出しますので、よろしければこのボディがちょっとお二人のお話とか続けていただいたというふうに思います。それではどうも本日はありがとうございました。